Hero, Time Glove. So we have a decision here, and I definitely think I'm going to stick with the plan that I told everyone to do instead of screwing someone over. But I definitely know that's gonna backfire on me. So here we go. And plus, you know, like, D team and Q team, like, you know, the leaders of the teams are, I think, could be potentially good people. Like, Q team, you know, is the small boy or girl in the helmet. And D team is Diana. Oh, by the way, small spoiler alert, all of D team is from the second game, Virtue's Last Reward. All of Q game, however, is from, they're completely new characters, unless something's gonna be revealed. And Junpei and Akane, quote unquote Junpei, is from the first game. And technically the second. Alright, so here we go. させないでくださいよ。アカネ、言っとくが、 D チームに投票したからといって票がばらけるとは限らないんだからな。ガブレターが他の2チームに届いてるかどうかは不明だし、仮に届いてたとしても俺たちの指示通りに票を投じてくれたかどうかは分からない。現段階で考えられる可能性は2つ。 D チームの3人が処刑されるか、俺たち C チームが殺されるからな。さて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも、票を2票集めたチームが次のゲームに参加することはないな。最後に一つ、君たちは私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって次に目覚めた時、生き残った者たちは自らの決断を悔いることになるだろう。君たちの一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では、良い夢を。You know, when he says pleasant dreams, it kind of reminds me of Monokuma in Danganronpa. Alright, so we're gonna continue going with C team here. Oh, apparently there's nothing to continue with. What is this?Alright, so I guess we're gonna go with Q team then.確かこの辺にもう一部屋あるはずなんだけど。ねえ、僕にも見せてよ。ねえ、うっせえな。彼にだって見る権利はあるわ。見ろ。ありがとう。さてと、こんなところにいてもなんだし、ラウンジに戻りましょうか。これ何なんだろうな。Let's inhibit the virus. That's not
ウイルスを禁止しましょう、抑制しましょうって言うの。ウイルスって何のウイルスだよ。ねえ、投票のことだけどどうする？どうするって言われても。だってしなかったら殺されちゃうんでしょ。そうね。仮に C チームが D チームに、 D チームが C チームに投票したとしても、私たちが棄権したら強制的に2票入ることになるから。俺たち Q チームが処刑か。とはいえ、このゲームが本気だったらの話だけど。いたずらだっていうのか。そう考えた方が現実的だと思わない？突然そこの扉から D コムのスタッフが駆け込んできて、サプライズとかね。そっか、そうだよな。だとしたらこいつの存在も説明がつくし。どうせお前もサプライズの仕込みなんだろ。違うよ。だったらそのヘルメットを取ってみろよ。取れないんだ。あ？だから取れないんだって。てめえ適当なこと言ってんじゃねえぞ。やめてやめて、首がもげる。くそ、マジじゃねえか。待って、ヘルメットの側面に何かついてるわ。なんだよこれ。暗証番号の入力装置じゃない？正しい番号を入れたらヘルメットが取れるのか。もしくは頭が吹っ飛ぶ。やめてよ。なあ、本当にお前何者なんだよ。わからない、覚えてないんだ。気がついたらここに。記憶喪失ってやつなのかな。聞いてもいいかな。なんだ。ゼロって一体何者なんだろう。おい、とぼけんなよ。お前は何もかも知ってるんだろう。だから知らないって。あくまでもサプライズじゃないって言い張るつもりか。わからないよ。だって何も覚えてないし。本当にサプライズじゃないとしたら事態は深刻ね。マジで本気でリアルな意味でどこか一チームが処刑される。何のためにそんなことを。ゼロは言ってたわ、ゲームだって。頭のイカれた野郎ってことか。奴はどこかでうろたえる俺たちの様子を見ながら北総園出ると。もしかして最近話題の連続殺人鬼だったり。それってハートリッパーのことか。ええ、ここ数年の間に18人もの人間を殺したっていう。2026年3月15日ローズビル近くの州立公園で若い女性の死体が発見された。被害者の名前はバージニア・ベイリー、28歳。胸部に切り裂かれた跡があり、心臓がごっそり丸ごと抜き取られていた。同じく2026年の5月22日サクラメントの住宅街にあるゴミバケツの中から今度は男性の死体が見つかった。名前はジェフリー・フォレット、37歳。バージニアの時と同様に、やはり胸からは心臓がえぐり取られていた。それから2ヶ月後の7月29日。ちょっと待った。お前記憶喪失って言わなかったか。なんでそんなこと知ってるの。わからない、わからないけど分かったんだ。お前な。ここってどこなのかな。お前ゼロの話聞いてなかったのか。核シェルターだよ。
深さ50メートルの地下にある。それは知ってるけど、具体的な場所は？D.comからはそう遠く離れてはいないと思うけど。 D.comって？ Dueling for Experiment of Cohabitation on Mars の略。火星における共同生活実験のための居住施設？そういうこと。私たちは5日間もその施設で生活を共にしてきたの。 C チームと D チームのメンバーも一緒にな。あとはそう、犬が1匹いたわ。ヨボヨボの老犬、ガブって名前の。だけどお前だけは違う。お前は D.comにはいなかった。だから怪しんでるんだよ。実験の目的は？主に心理学的なデータの収集。閉ざされた環境の中で長期間にわたって共同生活を送った時に、被験者たちにどのような精神的変化が現れるのか、そういったことを調べるのが目的。二人はなんでその実験に？意外と難しい質問ね。なんとなく面白そうだったからかな。エリックは？俺はミラが参加したいって言うから。仕方なく？そういうわけじゃないけど。Alright, so before we go any further, all the games previous of this game share one common theme, and that theme is one person is a serial killer, and I'm willing to bet it's that boobies girl over there. Mira, Eric, 二人ってどんな関係なの？どんな関係って、それはその恋人同士とか？バカ、ちげえよ。違うんだ。違わないけど。え？ねえ、さっきから気になってたことがあるんだけど、これって何なのかしら？ゼロからのプレゼントじゃないか？中に紅茶の詰め合わせでも入ってるっていうの？プレゼントが必ずしもいいものとは限らないぜ。おい、よせ、やめろ！爆弾とかだったらどうすんだよ！爆弾？それはないと思うけど。あ、裏になんかある。っていうかこれ逆さまなんだ。本当はこっちの方が表で。フォースクイットボックス、強制終了箱か。キーボードもついてるよ。何か特定の文字列を入力するのかも。当たったらどうなる？何かが強制的に終わるんじゃない？何かってなんだよ。例えば人生とか。なんだよ今の音。あっちの方から聞こえてきたわ。行ってみよう。ガブ、お前この通気口から出てきたのね。真っ暗で何も見えないわ。お前入ってみろよ。無理だよ。いいからやってみろって。ほらね、頭の球体さえなけりゃな。ねえちょっと見てよこれ。首輪のケースに何か入ってるな。コースターかな。あ、何か書いてある。こちらカルロス、我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。どういうことだ？わからないの？票をばらけさせようって言ってるのよ。票をばらけさせる？そっか、全チームの得票数が1票ずつになれば引き分けでどのチームも処刑されずに済むってわけ。なるほど、明暗じゃないか。よし、そうと決まればさっそく。ちょっと待ってよ、
何を待つ必要がある？だってこのメッセージ D チームにはまだ伝わってないかもしれないじゃん。確かにそうね。この通気口、位置的には C 区画とつながってるみたいだし、ガブはまだ D 区画には行ってないと思うわ。それじゃあどうにかして D チームに伝えないとな。待ってて、ペンとチーズ取ってくる。確かバーカウンターにあったよね。ペンとチーズ？これでよしと。で、どうするつもりだ？そういうことか。 C 区画と Q 区画の通気口がつながってるなら、 Q 区画と D 区画の通気口もつながってるはず。うん、あとはこのチーズを。頼んだぞガブ。うまくいくかしら。大丈夫だよ、きっと。 Why do I have a feeling if everyone has one vote they all die? 投票の締め切りまであと5分だ。ガブのやつ、ちゃんと D 区画まで行ったかな。仮に行ったとしても、ダイアナが手紙の通りに投票してくれるとは限らないわよ。裏切るっていうのか？ありえないとは言い切れないでしょ。それからもう一つ考えたくない可能性が。なんだよ。あの手紙が C チームの罠だったって可能性よ。罠？あんなことを書いておきながら、実はカルロスは私たち Q チームに票を投じるつもりなのかも。ちょっと待ってくれ。それってヤバいじゃないか。やばいわね。もしもそうだったとしたら、逆にダイアナには指示に背いてもらわないと。まさかそんな。投票の締め切りまであと3分です。投票は確かリーダーが。どうしよう。相談なんてしてる場合じゃないわ。だったら力ずくで。ちょっと待ってよ。Okay, I actually can't remember. Damn it. Hang on one sec. Okay, we are Q team, so we gotta vote C team. Alright. So we'll take a look at those files in the next episode. Okay, Q team votes for C team, right? Am I getting this right? Fuck. Yeah. Alright, here we go. We're gonna follow the plan.手紙の指示通りか。まあいいんじゃない。悪くない選択だと思うわ。あとはカルロスとダイアナがどう出るかね。いずれにせよ、これで可能性は2つに絞られたことになるな。C
C チームの3人が殺されるか、私たちが処刑されるかね。ううん、可能性はもう一つあるよ。何？サプライズだよ。きっとこれは誰かが仕組んだいたずらで。やっぱりお前。さて、oh, wait, that's これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも票を2票集めたチームが次のゲームに参加することはないが、最後に一つ、君たちは私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって次に目覚めた時、生き残った者たちは自らの決断を悔いることになるだろう。君たちの一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。では良い夢を。Is that game over? Okay, so, okay, I think she actually is Q team, or Q, rather. Q may be for quantum computer, who knows? So apparently if we go through the plan, go through with the plan, the game sort of just ends.But I'm just gonna do it with D-Team anyway, since, you know, we're kind of digging this hole pretty deep. Oh, and I guess we're approaching 22 minutes, so I will just stop it here, and then in the next episode, we'll check out those files, and, we'll start with D-Team's, next bad end, I guess. So, thanks for watching, guys. Please comment, like, and subscribe, and I'll see you guys in the next video.